総監とは、奈良時代の初めに、機内の治安維持と行政観察を任務として置かれた臨時の官職である。陳部士と共に設置された。天平3年11月に、機内に大総監、副総監、山陰道、山陽道、南海道に陳部士を設置したとある。この時、大総監には、新田武新郎、副総監には、藤原馬会が任命され、 馬会及び、神武士に任命された、田地平方森、藤原麻呂、大友道たは三義であった。俗に本気巻き、第十一によると、大総監は剣を帯びて、直を待つ。副総監は、大総監に同じとあり、体験したままで、天皇の口直による命令を直接受けることができた。反理二人、主治四人が随行し、内外の文官や武館で六以上のもので、 平日や分筆に、素養のあるものを抽出して任命された。大総監には、上10人、副総監には6人が与えられた。守る、及び陳武士の随身は、弓矢で武装することになっており、朝夕、慎んで使えることになっていた。彼らは総監や陳武士の査定を受け、高課令69条、考え町内条、千助令14条、信舟に踏み寄条に基づいて、 ジョイの対象とされた。相関が管轄区域の現地に赴く場合は、騎兵30匹を従えることが許された。その職象は、平常系と機内の兵馬を左発することであり、徒党を組んで集団の勢いを借り、老人や燃焼の者、貧乏の者を脅し、圧迫したり、奪ったり、自制を是非し、人物の批判をしたりする者、 および横島なことや冤罪に関することを調査し、盗賊や妖言、自ら F の役人でもないのに、平人を取る者を断罪し、適当な時に国史や軍事の知識を巡殺して、彼らの善悪を知ったら、必ず朝廷に相問することであった。報告が遅れて、恩社になるようなことのないようにせよ、とも定められており、罪を犯した者を見つけたならば、 呪罪で百通以下の場合はまず判決を下し、その場で葬問することも定められてあった。陳武氏にも同様の権利が与えられたが、平馬差発については、相関だけにしか認められなかった。これらは、天平2年9月以降の刑、諸国の盗賊、海賊の害、悪鬼国、巣王国の人によるしがましいのあやかし祠、ら、刑のヤンバールにおける多人数の集会。 平和人衆を発しての狩猟の横行などの社会不安によるものであり、さらに言えば、長屋王の変や北海市の来庁、考え、飢餓による人身の動揺や、社会不安による反国家的な動きに対し、武力による鎮圧を図ったものである。とりわけ反政府的な行動、私的な武力に対して、律令政府が厳しい警戒的な態度を示したことが、伺われる。相関。 陳武士の停止に関する記事は存在せず、その詩人の多くは天平を4年8月に、節度氏に任命されている。ありがとうございます。